何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家ラジオ今日のテーマは覆面作家はハードルが上がってしまうのか今日はマシュマロに寄せられた質問です 鈴木先生、こんにちは。はい、こんにちは。いつも貴重なお話ありがとうございます。いえいえいえ、どういたしまして。私も多くの視聴者と同じく作家を目指しておりますが、うんうん。個人的な事情があり、覆面作家として活動したいと考えています。まあ、いろんな事情あるからね。そこで質問なのですが、はい、どんなことでしょうか。顔出ししなくても、 何ら問題なくデビューし作家としての活動ができるものなのでしょうかうん、できるよね。まあその話はまあ後でちゃんとするよ。もしくは使いづらいからそれなら他の人でなどと通常よりハードルが上がってしまうものでしょうかまあそんなことはないな。お返事いただけましたら幸いです。 まあ、お答えを先に、ちゃちゃ入れてるよう、えー、言ったけれども、その、覆面作家だからといって、ハードルが上がってしまうことはないです。ええー。この業界も、その、遠い昔から、紫式部の時代からって言っても言うのは変だな。ええー。物語の時代から、その、 著者の名前を伏せることにはずっと対応してます。んであ、あと一つちょっと注意しとかなきゃいけないけれど、最近はやはりその著者自身のそのパブリシティ、著者が全面、著者のキャラクターを全面に押し出すパブリシティって、これはあの、 純文学ではね、昔から、あの、著者のキャラクター全面に前に押し出すっていうことってよくあったけど、えっ、ー、と、エイド・デテイメトでもそういうことがぼつぼつ出てきてますが、えっ、ー、と、新人賞の賞によっては、マスコミなどへの PR 活動に、マスコミなどへの PR 活動に実証したら協力してくださいねっていうふうに、 募集要項にはっきり書いてあるケースもあるので、一応そこ,はそこら辺は注意してください。えっ、ー、と、それが書いてあったら、まあ、取材するときは顔出しぐらいはやってねっていう、そういう意味、えー、ではあるのでね。ただまあ、書いてなければ大抵はもう、顔も本名も伏せるっていうことは、これ、 えー、協,会協力してくれる業界ではあります。うん、でまあこの覆面作家っていうのもいろんなレギュレーションがあるのでえっ、ー、とこう本名を隠すだけっていう,う <laughs> まあペンネームでやっててあと顔出し、えー、名前出しバンバンやってる人ってまあまあまあこの業界結構いるけど。 おやっぱりね、えっと、兼業作家さんも多いので、こう、そうすると、動画だとどうしても、動画で顔を映すとお、逃れようがないので、静止画だけ OK っていう、そういうケースもあります。うん。あと、も もう一つ高いレギュレーションだ覆名作家だと顔出しもダメ声だけっていうケースも結構ありますええー、まあああプロでやってる人でも写真はいいけどあの動画は勘弁してとかっていうふうに、えー、言われることも結構あのうちの あそこ、インタビューの場合だとね、えー、顔出し勘弁してとかっていうようなことが結構あったので、でまあ結構あったのねってか結構あります。まあ、あの、うちの講座のインタビューは、あの何せノーギャラなので、ギャラが出せないので、その、う 内せギャラが出せないからさ。ああリモートがほとんどなんだ。まあそうすると技術的な事情でっていうか、要は自己防止、送信時刻って意外と多いので、で、まあ、音声だけっていう、そういうことが多いのでね。ええー。だから何が言いたいかというと、 そう、うん大丈夫よって気にしなくていいっすよっていうことです、うん、受賞してから見バレ,見バレが避け,避けたいですっていうふうに、えー、その担当者に言えばちゃんと対処してくれますうん今だいぶ副業を認めるところも増えてきたけどまあ副業禁止っていう 禁止規定に引っかかるから内緒にしてねっていうようなところもまああるわけだしねまあああやっぱねえー、こう著者の名前を明かすといろいろトラブルがあるからっていうそういう問題ってやっぱあります、うん 結構あるのがやっぱストーカーの問題って意外とこの業界多いっしょ。あのー、まあ、男性の、のがストーキ、ストーカーされることも、ま、聞くけれど、あ、まあ、やっぱり女性は多いっしょ。あ、男性はね、えっと、ストーカーあるある。そう、ネットストーカーはある。うん。僕のところでさえいるからね。えー えまあ、めんどくせいからいいやって言ってほっとくんだけど、まあ、やっぱ、そういうストーカーやる人って、そのうち、割と、あの、ネットストーカーわ割とすぐ消えるからね。ええー、と、女性の場合だと、えー、なんでこ、あの女性ってあんなにこうストーキングをされるんだろうと思うんだけれども、まあ、あ結構ついてまいります。えー、 若い女性がっていうふうにイメージがあるんだけど、えー、小説家の場、業界の場合、若い女性って言うと40代でも十分若い女性なので、えー、うん、年齢関係なくついて回るかなっていう、そういう問題があるので、やっぱ、住所などは非公開っていうことって結構あります。 えー、水作家協会の場合も、水作家協会、えー、こう毎年、その、住所録って配布、あの、名簿っていうのは、こう、印刷して配布されるんだけど、えー、これ求めれば住所を非公開にしてくれるんだ。で、今は、その、住所を非公開にするケースが増えました。 えーまあ、みんなそれぞれさその自分、自前のホームページとかだとかサイトだとかさ、持ってるからね、えーうん、そのサイトに問い合わせればすぐにこう、うん、連絡がつくので、っていうことはあります。 ええー。で、今、あれだよね、こう、直接顔を合わせて、あ、よろしくお願いしますって名刺交換しても、まあ、名刺交換するんだからさ。で、しかも、サイン会じゃないよ。サイン会の名刺交換ではなくて、現場の、あ、よろしくお願いしますっていう、そういう挨拶でも、うん、あれだね、 えっと、現場で挨拶するんだから、まあ、しかも業界のその、水作家協会だとかそういうところの、だったらまあ、お互い、まあ、業界の人間だからそこら辺分かってるだろうっていうような、そんな場所でも、その名刺交換する名刺がメールアドレスだけっていうことが増えましたね。<laughs> まあ、やっぱ個人情報にみんな敏感になっているので、 悪いことではないですうんただまあこう僕は名刺交換した人には一度は自分の著書を送るっていうようなことはそういうことはやってるのでまあこれだと送れないよななんていうことはちょっと思いますでまあどうせメ,ドレメールアドレスつけるんだって たら今時さメールアドレスにその手入力でメールアドレス,なメールアドレスに入力なんかしねえからさあ QR コードでも貼っといてくれて嬉しいよなとかっていうことは思ったりはするんだけどねまあ名刺交換が儀式式化してるよねっていうその 名刺交換する必要ないよなっていうことって時々思うよね。えー、いや、この人と、この人を名刺交換する必要ないよなって、ここまでこう自分の情報を渡したくないんだったら、別にそれはそれで構わないからさっていうことは思います。うーん。ねえ。うーん でまあ、覆面作家だったら、じゃあ友達ができないかっていうと、まあ、別に、ネットの付き合いだったら、まあ、十分いろいろやりとりできるからね。ということは思います。まあ、使いづらいから、こう、この人、他の人にしようやっていうのはさ、そっちの問題ではなくて、まあ、むしろ、 こうメールのやり取りをして、あこの人、話通じない人だよねっていうことが結構、まあ、メールのやり取りをしてると分かるので、まあ、そうするとやっぱり使いにくいよねっていうことはあるのとかさ、うん、うんまあ、そういうことはあります。ただ、まあ、使いづらいから、えー、他の人でっていうよりは、うんそういうことはあんまりないかな、この業界って。 うん、っていうことは思いました、うん、ただまあメールのやり取りをしてるとこの人プロでやっていける人,人かどうかこれはプロではちょっと難しいかな小説界外ではちょっと通用しないよねっていうケースがよくあるのでね。えー、そう。 何が,言いいか何が言いたいかというと今これを置きがけに収録をしているので置きがけだと頭がぼーっとしてるよねっていうどうでもいい話ですこの番組へのお便りご質問を募集していますマシュマロという特命ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてください鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝症オー賞、大量芋の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、えー 今日の鈴木喜一郎サッカーラジオそんなところでではではでは